今から51年前ぐらいになるんですけど、長崎の方から近海の方にお店を出して、近海堂っていうカステラ屋さんを作ったんですね。でその時はもう本当周りも山だらけで何もない田舎で、まあ、お父さんも他の人からこんがん田舎に作ってカステラが売れるとねってよく言われてたらしくて、父がやっぱり大切にしてたのがやっぱり味ですね。美味しいカステラを焼く、もうそれが一番大前提で、まあ、ある日ちょっと父の方から戻ってこいということで言われまして、本当もう小さい頃からカステラ屋さんになろうと思ってて、いやなろうじゃなくてなるってもう決めてたんですね。ただなりたい気持ちはいっぱいあったんですけど、なかなかそう現実にはいかずあのいろんな仕事をいろんなところで働いて近海堂に戻ってきた。父との経営方針が全然違う。父は昔のお客様を守りたいけど、自分は新しいところで新しい人に食べてもらいたい。そこが2人がやっぱりぶつかり合ったりとかもあったんですけど、ただカステラを作るということに関しては2人とも意見は一致してました。美味しいものを作りたい、一番トップを使って本当いいものを作れって本当小さい頃から言われてたので、卸をしてもカステラの値段を上げてももう材料は絶対落とさない、いつもトップを使う、あの本当いいものを使って焼いていく、もうそれが一番大前提でした。近海堂に帰ってきて、あの本当もう暇だったんですね。何もすることもなく、このままじゃいかん、どうにかせんばって思って、カステラを売れるようにしないといけない、長崎にないようなカステラを作りたい、それをいろいろ考えているうちに和三盆糖っていうのにたどり着いて、父と二人で入れる量をすごい考えながら何度も何度もあの作って食べて作って食べて、ちょうどこれぐらいが美味しいっていう配合を見つけて、あの販売しようっていう形になったんですけど、ただ21年前は長崎和三盆カステラ作ったけど売れない、誰も知らない、和三盆糖って何っていつも聞かれる。最初にインターネットで販売した時ももう月に1万円も売れなくて、その中でどうにかして自分自身でホームページを作ったりチラシを作ったり、もうカステラ一本の中に手作りのチラシを入れたりとかですね、そうやってるうちにだん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 もう美味しいものを作ってたので、いろんな方が手助けをしてくれて、和三盆カステラっていうのがだん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 広まっていったんですね。まあきっかけはテレビの影響、また20年ほど前にコンビニエンスで販売されたのがきっかけで、それからどん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 全国の方にもちょっと出ていったような形があったんですが、同じ材料、同じ配合、同じ場所で焼いてるのに味が全然違うんですよね。経験の差だけではなくて、やっぱり気持ちが全然入ってないと美味しいカステラが焼けないという。ですので、そのことをやっぱりあの今焼いてる職人、カステラ職人にもあのずっと言ってます。やっぱりみんなに美味しいものを食べてもらいたい。自分たちが本当にみんなに広めたいのは美味しいものを広めたい。もうその一つだけしかないので、材料を落とすなんて絶対ダメだし、いい材料でいいものを作る。本当手焼きにこだわる。やっぱり人の手、人間の手で焼き上げるカステラ、そういうのを作りたいっていうのがやっぱり一番自分の中でありました。一枚一枚が本当生きているカステラなので、季節によって全然変わってくるので、もう毎日毎日カステラって違う表情を見せてくるんですよね。それが本当難しいところですね。本当心がこもった、気持ちがこもった
カステラを焼いてほしい。今金塊堂のカステラは美味しいって言われる秘密はやっぱり職人が心を込めて焼いてるっていうのが一番。もちろん守らないといけないものはありますけど、美味しいものをさらに美味しく、それを全国に届けたいっていう気持ちが強いですよね。いろんなものを作って、いろんなものをこう試しながら美味しいものを作り上げる。今も誰もしたことがないような、誰も作ったことがないような、誰も食べたことがないような新しいカステラを絶対作ってみたいなって思います。お客様が今まで食べたことがないような味、もうそれを食べさせてあげたい。今後ですね、その美味しいカステラをもっともっと全国に広めていきたい。やっぱりその美味しいカステラを100年続くように次の時代につなげていきたいと思っているので、もう自分はあと10年で次の世代にバトンタッチさせていきたいと思います。